電子ピアノ、デジタルピアノは主として昔ながらのピアノの代替品としての役目を果たすために設計された電子鍵盤楽器の一種である。グランドピアノの音色と構造、特に鍵盤タッチを模倣し再現することを一つの目標として電子技術やコンピュータ技術の進歩と共に進化してきた。一部のデジタルピアノはアップライトピアノまたは グランドピアノのように得るようにも設計されている。鍵盤数もピアノと同じ88鍵盤のものが普通である。デジタルピアノは合成されたピアノ音か実際のピアノのサンプル音源のいずれかを使用する。これらの音源は内部ラードスピーカーを使って増幅される。音源については初期の製品には FM 音源などを使用したものもあったが、現在では pcm 音源を用いているものが主流である。エレクトリックピアノ、電気ピアノは、ハンマーで打った振動体の振動を磁気ピックアップで、電気信号化して、アンプで増幅する。エレクトロニックピアノ、電子ピアノとデジタルピアノは、前者がアナログ回路を用いてピアノ、および時にはチェンバロ、またはオルガンの音色を模倣するよう設計されているのに、対して、 後者は前述したようなデジタル音源を使用することで区別される。日本国内ではデジタルピアノの同義語として電子ピアノという用語が使われることが多く、河合楽器製作所、歌シを計算機、及びコルグがデジタルピアノ、ローランドがデジタルピアノと電子ピアノの両方、ヤマハは電子ピアノという用語を使用している。日本国外はヤマハもデジタルピアノを使用。 デジタルピアノは本物のピアノの感覚と音色の水準に達しないかもしれないがデジタルピアノにはアコースティックピアノと比べて優れた点があるデジタルピアノはアコースティックピアノよりも価格がかなり低くほとんどのモデルはアコースティックピアノよりもかなり小型で軽いまたデジタルピアノは調律の必要がなく調律を他の楽器例えば パイプオルガンの調律に合わせて修正することもできる。他の電子楽器と同様にデジタルピアノは広い会場のために十分大きな音を生み出すためにキーボードアンプまたは PA システムに接続することができる。一部のデジタルピアノはピアノ以外の音を模倣することもできる。最も一般的なのはパイプオルガン、エレクトリックピアノ、ハモンドオルガン、チェンバロ。デジタルピアノは 音楽学校や音楽スタジオで昔ながらの楽器の代わりにしばしば使われる。本校でのピアノは生ピアノ、アコースティックピアノを指す。ピアノと比較した場合、以下のような特徴がある。デジタルピアノには演奏、キーを押すタイミングや速度などをデータとして記録、再生できるものも多く、手軽に自分の演奏を聴き直して客観視したり、 連弾の練習をしたりすることができる。多くの場合、MIDI に対応している。多くの機種では、エレクトリックピアノを含む、複数種類のピアノ音色や、ピアノ以外の楽器音、演奏を補助するためのリズム、自動伴奏を内蔵し、練習を支援するためのメトロノーム、内蔵曲のレッスン機能などが搭載されている。一方、以下のような弱点もある。デジタルピアノ、 ピアノを製造しているメーカーでも、幼児の入門楽器には、デジタルピアノよりもピアノの方がふさわしいとしていることが、ある。一般にエレクトリックピアノとは、ピアノと同様に弦や金属棒などを、ハンマーで叩き、その振動を、ピックアップで拾い、アンプで増幅して、音を出すものを言う。代表的なものとして、ローズピアノや、ヤマハ CP-80、ウーリッザーピアノなどがある。 デジタルピアノでは物理的に弦などを振動させることはなく、鍵盤は根本的にはスイッチの役割を果たし、電子回路が音を生成している。エレクトリックピアノはピアノとは違った独特の味わいを持った音色のものも多く、デジタルピアノの音色の一つとして、エレクトリックピアノの音色がサンプリングされている場合もある。可搬性を重視したステージピアノと呼ばれる。 デジタルピアノもあり、エレクトリックピアノ同様ポピュラー音楽のライブ演奏に用いられる。なお、一般に略語としてエレピを使用する場合、デジタルピアノ、エレクトロニックピアノではなく、エレクトリックピアノを指す。電子楽器の代表であるシンセサイザーも、ピアノ型の鍵盤で演奏されることが多いため、デジタルピアノと似た面がある。特に音源方式については、本質的に同じと言える。 また、演奏を記録して、複数の楽器音を同時に鳴らし、一台でアンサンブルを実現できる機能、シーケンサー内蔵型が、デジタルピアノとシンセサイザーのどちらにもある。しかし、一般的なシンセサイザーが、波形を変化させる、自由な音色作りを目指しているのに対し、デジタルピアノは、ピアノの演奏、表現に近づくことを目標としており、鍵盤やペダル、 ピアノ音色の再現性などの性能が充実している。通常、シンセサイザーに付属する鍵盤は5オクターブ61件前後で、キーのタッチもピアノとは違って軽い。多くのデジタルピアノでは、ピアノと同じ7オクターブ1、4、88件を備え、キーの重さや動きはピアノに近い。また、最近では、グランドピアノと同じアクションを採用した。 デジタルピアノもある。ピアノ曲を演奏する上で重要となるペダル、特にダンパーペダルについては、鍵盤タイプのシンセサイザーであれば、多くの機種が対応しているが、シンセサイザーの場合、ペダルはオプションの扱いであるのに対し、デジタルピアノでは標準で装備されている。デジタルピアノには、ソフトペダルやソステヌトペダルを装備したものも多く、ペダルの踏み具合によって、 ダンパーの聴き具合を音色に反映させることの可能なハーフペダル対応機種もある。サイレントピアノはアップライトピアノやグランドピアノにデジタルピアノの音源を組み合わせたヤマハの製品で1993年に発売された。現在は他社からも同様の製品が発売されている。ピアノの打弦を物理的に止めて発音させず代わりに鍵盤の動きを 演奏情報としてセンサーで読み取り、電子的な音源部から発音する仕組みになっている。通常のピアノとして演奏することも、夜間などに大きな音を出さずに練習することもできる。通常、アップライト型では3本のペダルのうち中央のペダルを踏むことで小音状態になる。そのため中央のペダルはソステヌートペダルや弱音ペダルとしては使えなくなる。 グランド型では、消音用のレバーが別に用意されるため、ソステヌートペダルの機能も残る。音源部には、グランドピアノなどの音が使用されている。消音状態でも、鍵盤のタッチはほとんど変わらないとされている。1988年、坂本隆一のコンサートツアー、メディア、バーンツアーにおいて、ヤマハの協力のもとにミディピアノが制作、使用された。これは、 同社のグランドピアノ、CFI にタッチへの影響なく演奏情報をミディデータとして取り出す仕組みが加えられたものだが、これが後に市販製品であるサイレントピアノへと発展した。ないは各社のデジタルピアノブランド名、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。